1000系機動車は四国旅客鉄道が1990年から製作した一般系機動車である。1500系機動車との並結対応改造車である1200系機動車についても本校に適実する。JR 四国域内の徳島、高知地区を主とする非電化区間の地域輸送改善用として設計された車両で、 1990年から1998年までに56両が新潟鉄工所で製作された。電区間の存在しない蒸気日地区で使用してきた国鉄小軽車両の老朽化による取り替えと運転時分短縮等を目的として計画され、冷房設置などの接客設備改善、大出力機関搭載による動力性能向上を起とした。通勤通学輸送に対応した。 車体中央の両開き扉、ワンマン運転用の諸設備など、広範な運用に対応する仕様を有する。製作開始より、徳島、高知地区で地域輸送に使用されている。2006年に、後続形式の1500系機動車を製作開始したことに伴い、一部の車両に、並結対応改造が施行され、1200型に形式を変更している。 STR57 型台車車内とさ、黒潮鉄道9640型と並結して、走行する1000系1000系1000 1 0 0 0 k 1 0 0 0 1 2 0 0系1 2 5 6 1000型に連結器の交換やトイレの設置等の改造を施した1 2 0 0系6月1日2008年10月15日に、合計13両が高知運転所に転廃され、5面と佐山田間の運用が増加している。 2016年3月26日のダイヤ改正以降は、須崎久保川の普通列車は全列車線型に統一された。土産線のホームかさ上げ工事の完成に伴い、2011年3月12日のダイヤ改正より、琴平筑田、阿波池田土佐山田間でも運用が開始された。麦線の阿南駅以南では2008年度の2009年度にかさ上げ工事が行われ、 2010年3月13日より運用を開始した。2008年に一時期、阿南駅、桑野駅でも使用されていたが、当時は、淡立花駅のホームがかさ上げされていなかったため、通過していた。また、鳴門線でも2010年度にホームのかさ上げ工事を行い、2011年3月12日から運用が開始された。 2012年3月17日のダイヤ改正では、徳島運転所から1010 10、1011が高知運転所に転属している。高知配置車の二次車以降と徳島配置車の一部の車両には、アンパンマンのキャラクターステッカーが全面に重複されていたが、後に剥がされている。2016年3月26日のダイヤ改正において、 徳島運転所から1八点8 1 0 0 9が高知運転所に転属している。また、土佐山大北の国鉄型がすべて置き換えられた。2018年3月17日のダイヤ改正において、1008が再度徳島運転所に転属している。これにより、徳島線から国鉄型運用が消滅した。サンライズセトが琴平まで延長運転を行う場合、 1200型が高松こと平で運用されることがある。ありがとうございます。